収穫が広がっていく。担う面積が増え続ける農家に今必要な力、多様な圃場を駆け抜ける汎用性、細やかな作業精度、能率を維持するスピード、クボタ DRH1200 が最新のテクノロジーと圧倒的フィジカルで応えます。収穫を導く、収穫を見守る、喜びをかみしめて。業界初の無人自動運転コンバイン DRH1200A、 熟練オペレーターの負担を減らしたい、初心者や未熟練者でも収穫に携わりたい、担う面積が増え続けるこの時代をスマートに乗り越えるために、アグリロボコンバイン DRH1200A がテクノロジーで収穫作業を一新します。自動運転に必要なマップは外周を一周手動で刈ることによって完成します。設定が完了したらここで機械を降りてください。 DRH1200A の自動運転は2周目から、あとはリモコンを操作するだけ、自動運転がスタートします。まずは圃場隅の刈り広げから、旋回に必要な範囲を自動で刈り広げます。マップ作成時にレーザーセンサが引くあぜを検知した場合は、機体の一部があぜを超えることを許可し、最小限の動きで旋回することも可能です。旋回ももちろん自動で、旋回はアルファターンを多用する回り狩り、より少ない旋回範囲で旋回する切り返しあり U ターン、そして切り返しなし U ターンの3種から選択することができます。圃場に合った方法を選んでください。自動運転中はマップに基づいて最も効率のいいルートをロボが自ら選択するので、中割りも自動で行います。圃場を無駄なく機敏に刈り上げる、これがアグリロボの匠狩り。遠く作物への対応も自動で行います。レーザーセンサで作物の状態を検知し、遠幅があれば自動でリールが下がり車速を落とします。匠の刈り取りは作物の状態を問いません。排出時もグレンタンク内の穀粒量を検知し、最適なタイミング、無駄のないルートで設定した排出場所へ帰っていきます。あぜに対して横を向いて停車するこれまでの排出点による排出に加え、 DRH1200A はあぜに対して後ろ向きの排出姿勢を取る排出辺の設定を選択することができます。次の刈り始め位置に整体した状態で排出を行うので、スムーズに刈り取りを再開できます。詰まりが発生したときは自動で刈り取りをストップ、自動で逆転操作を行い詰まりを解除、そして刈り取りに復帰します。監視者が圃場に入る必要はありません。何よりも大切な作業中の安全、 DRH1200A は新たに搭載された4つのカメラ、そして2つのミリ波レーダで周囲監視をサポートします。前後左右のカメラは人を検知するとブザーが鳴り始め、
さらに近づくと自動で停止。前後のミリ波レーダは補助内の車両や障害物に反応し、異常を検知したときは自動でストップ。最新鋭の技術で周囲監視をサポートします。異常時や自動運転時などの機体の状態は前後に装備した赤相灯で確認できます。アグリロボ DRH1200A は無人に加えて有人仕様もラインアップ。有人による自動運転も周囲狩りは1周で OK、 2周目から自動運転を開始できます。キャビンの中から収穫を見守ってください。稲、麦、そして大豆。 DRH1200A は新たに大豆収穫での有人自動運転を実現しました。細やかな刈り高さの調節が必要な大豆収穫、自動運転によってより高精度な作業が可能になりました。自動シフト機能を使えば錠からずれた時も自動で機体の位置を修正します。高精度高能率作業を支えるテクノロジーはロボだけじゃない。標準機である DRH1200 は手放しでまっすぐ刈れる GS 機能を標準装備。収穫の精度向上、疲労の軽減をもたらし、ゆとりのある収穫を実現します。 AB 点モードは支点となる A 点登録、終点となる B 点を登録すればその両点を結んだ線が基準線として登録されます。旋回後、垂直方向への直進キープも有効にすれば、作成した基準線に対して垂直の基準線を自動で生成し、直進キープを開始できます。一辺が長い補助の場合は方位角を入力すれば A 点 B 点操作をしなくても基準線を作り、直進キープで作業することができます。落直キープはおよそ3メートルまっすぐに刈り進んだ軌跡を基準線と認識し、その基準線に沿って自動で直進します。旋回後も都度同じ操作を繰り返して基準線を作るので、変形点などでも直進キープが可能になります。補助で鍛えられてきたコンバインとしての高い基本性能が収穫を支えます。心臓部には120馬力、国内特需排ガス4次規制に対応した高出力クリーンエンジンを搭載。最高作業速度は秒速 2.03。 脱穀部は大型ロングバーローター、そしてミラクルバース列車を搭載。高ボリュームの作物でも高い脱穀性能を発揮します。さらに選別部内の穀流量に応じて着と遠見を制御する流量連動を搭載。確実な選別を実現します。 DRH1200 は作業性を高めるさまざまな機能を追加。今まで以上に使いやすいコンバインになっています。リールの位置、回転数、作業速度はレバーのボタン一つで自動で制御。未熟練車でも倒伏条件に合わせてスムーズに対応できます。リールの昇降バルブは比例弁を追加することで昇降速度を可変式にしています。バックモニターを標準装備しているので周囲の状況が容易に確認でき、旋回やバックはよりスムーズに、安全そして高能率作業に貢献します。作業灯を LED 化、薄暗い時間帯の収穫でも快適に作業できます。左ミラーを電動化することでキャビン内からボタン一つで開閉可能に。必要なタイミングで
簡単に操作することができます。多作物兼用単位を標準装備しているので、作物切り替えごとに単位を着脱する必要はありません。その他にも部品の組み替え工数を減らす設計を新たに採用、スムーズな作物の切り替えを実現しています。少しでも長くお使いいただくために、メンテナンス性もさらに向上させています。クーラー、コンデンサ部分にオープン機能を搭載、配管を外すことなく掃除が可能です。グレンタンクの下カバーを分割化、グレンタンクオープン時カバー取り外しが簡単になりました。グレンシーブの網単体をナットによる固定方式に変更、グレンシーブの保管、そして作物切り替え時の交換が楽になりました。さらに DRH1200 はオプションのコーンヘッダーを取り付ければ手実コーンの収穫も可能です。稲、麦、大豆、そして手実コーン、高い汎用性で農家の皆様の新しいチャレンジを応援します。先進の技術を収穫の現場へ、これがクボタの答え。すべては収穫の喜びのために。 DRH1200 が動き出す。